Thank you.
はい、カメラマンの村誠一です。いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、近くのねスタバでねお茶をしていたらね、偶然知り合いの方がバルナックライカを持って目の前に現れました。それでそこでねちょっとスナップさせてもらって、ああこれがバルナックライカなのかっていうようなね。で考えてみると、まあ、自分が写真学校の頃にねもうライカでは家が建つっていうぐらいね、やっぱりすごい高価なカメラであって、まあ、そのカメラでね、そのカメラを欲しいと思ったことあるんですけど買えないから、まあ、今に至ってね最近になってやっと、まあ、ライカでね自分も撮るようになったんですけど、まあ、そのこともあってね懐かしさもあってこんな動画にちょっとしてみました。それとですね、今週の土曜日ですね、モンゴルから第68代横綱朝青龍関がわざわざやってきてくれるってことなので、まあ、やり取りをしてたんですけど LINE でね。そしたら、まあ、野村はね、幸運な雨を連れてやってきたということがあって、で最初はねその話を聞いた時、その時ですね前日にねモンゴルで大雪が降ったということだったので、まずいな来れるのかなと思って、まあ、ちょっと心配してたんですけど、考えてみるとですね、今から15年ぐらい前にね横綱と一緒にねモンゴルに行った時ね、2度行ったんですね。でその時の帰りにですね朝青龍の友達が送ってくれたんですけど、途中から大雨になって、もうとにかくこうなんていうんですかね、砂漠地帯が一気になんかこう川みたいになって滑ってね、もう滑るし、もうとにかく乗っていてものすごい気持ち悪い、まあ、4WD なんですけど、まあ、乗っていてすごくこう危険を感じたんですね。それで、まあ、その朝青龍の友達にこれちょっと危ないからもうちょっとゆっくり走ってることはできないんですかって言ったら、野村ね2つの選択をしてくれって言うんですよ。一つはゆっくり行って轍にはまって動けなくなって飛行機に間に合わないか、このまま突っ走って空港まで行くか、この2つどっちか選んでくれと、どちらでもいいって言われた時に、まあまあ飛行機に間に合わないの困るからじゃあ突っ走ってくださいっていうことで走ってったんだけど、もう本当にね、まあ、夜だったのでね、まあ、ライトの明かりでももう遠くの方がほとんど見える状態じゃなく、雨もザーザー降ってるし、そしたらいきなりね途中でブレーキを踏むんですね。そしたらザザーつってスリップしてケツも振られて止まったんですよ。そしたら目の前見たら道路というか目の前がもう川でね、川になってもう土がえぐられて濁流みたいになってて、結局これは大きく迂回をしなきゃいけないことになったんですけど、一旦は平地だったものが濁流でこう川みたいになってしまうような、そんな地域なんですね。すごい感謝をしてね飛行機に間に合ってもう帰ってきたんですけど、まあ、その時のことをすごく覚えてるんですけど、そしたらねその雨の話が出てきた時に、まあ、その翌朝ですね、なんで横綱はそういう話をしたのかなっていうふうに思ってね、野村は幸運を連れてきた、雨を連れてきたっていうから、まあね東京でね考えてみるとね、雨男なんてよく言われるからね、雨男晴れ男って言われてね、雨男ってあんまりいいようには取られてないんだけど、でも実際ねモンゴルのそのじゃあどうなんだろうと思って、辞書で調べたら、モンゴルでは雨が幸運だというふうに言われていると、まあね、まあ、そういうことを、ね、読んだ時に、まあ、涙がポロポロ出てしまったんだけど、まあね、今回こうやって、横綱がねまたモンゴルから来てくれるっていうことは、まあ、非常に嬉しいことなので、まあ、皆さんとねまた、横綱とお会いできるようなことがね、あれば私としてはとても嬉しいし、もう長い付き合いをさせてもらってるので、まあね、その時に、まあね、みんな、野村クラブのメンバーがいろいろ考えてくれて、で一つのこうイベントみたいにしましょうよっていうことになったので、まあ、自分もね感謝を込めて、まあ、その日はね短い時間ですけど、まあ、皆さんと良い時間を過ごせたらなと思うんですね。横綱朝青龍関が来てくれて、なんかね懐かしい時間を、皆さんと素晴らしい時間を共有できたらと思っています。またお会いしましょう。今日はありがとうございました。Thank you.